だよね。4月3日、もう春になりましたけど、スノーボードに行きます。キロロに。なんと緑は2年ぶりで今シーズン初滑りできるかな。できるでしょ。もうそれは自転車みたいなもんね。そうですね、楽しみます。まあ天気がいいということでね、ちょっと行ってみたいと思います。どうですか、2年ぶりは。ちょっと不安ですけども楽しみです。楽しみ。はい、一回ね、脱臼骨折してますからね、はい、昨日がね。でも、ちょっと来シーズンはちょっとチャレンジしようかな、もうちょっと。まあ、今日次第です。あ、今日も滑ってないのに、来シーズンチャレンジしようとか言ってんだ。すごいね。去年一回も行ってないしな。そうだね。うん、OK、わかりました。じゃあ、今から行きたいと思います。ここが、小樽ワインですね。小樽ワインの。なんですけども雪は全くないです。っていうかこれ夏タイヤなんだよね、もう。雪降ったら凍れませんでした。まあでもまだ雪がどうだろうな、これ。こっちは山 2メートルあるかな、 2,3 メートルあるかな。そんなにある？ある、ある。2メートルだね。さすがだね。何がさすがって。山だね。ああ、仕事ね。なんかだね。だって今ここで6度だよ。まあでも左が、右側が南斜面だから、右側がもうちょっと溶け出して笹が見えてきて、この車みんなスキーかな、スキーなのかな。そうだね。意外とね、多いんだよ。多いか。キロロ入り口に着きました。この 1,2,3,4 台のうち、あ、一番前もキロロ何台行くでしょうか。前の車がスルー。あ、行ったキロロ行ったからな。いるでしょ、意外と。お、3台いましたね、このチームに。隣客いたね。いた。うん。イエーイ。緑は2年ぶり。よし。気持ちいいです。なんとか滑れて嬉しい。なんとか滑れた。うん。毎日試験してるりゅうちゃん。今日の感想はいいですか。自身に向けたトレーニング。トレーニングね。トレーニングだからね。すごいよね。りゅうちゃんね、上手くなりたいと思ってる人ですからね。まだね。進化を続けてるりゅうちゃんです。次のゲレンデでした。久しぶりだったね。どう、気持ちよかった。いや、気持ちよかった。思ったより滑れて嬉しい。まあ今13度。裸で着替えてますからね。13度ですよ、13度。気持ちよかったね。春めいて、本当に気持ちよかった。もう1回ぐらい来れたら嬉しいかな。お、やる気だね。うん、やる気ですね。ということでですね、滑ってこれから温泉に行きたいと思います。はい。
何本乗ったっけ結局。5本？もう5本だね。5本だよね。うん、もう十分だね。うん、シーズン券だから結局なんだ1日券とか買って元取るぞぐらいの全くそんなのないから。ないね。でも気持ちよかった。うん、5本乗ってもうお腹いっぱい、うん、そしてスノーボードではお腹いっぱいなんですけども、なんと山中牧場の山中牛乳のソフトクリームをいきたいと思います。すごいな。2メートルぐらいある。これ2メートル3メートルぐらいあるか。美味しいですか？うまーだよね。うまー。ここは赤い川の、カルデラ温泉。カルデラ温泉。はい。ボードした後温泉行きましょう。はい。100% 源泉かけ流しです。タイツ履いてます。はい。楽しかったです今日は。おいー、はい、滑った後温泉。お肉と野菜。野菜売ってる野菜。キャベツ、卵もまだありました。これも買って帰ります。はい、風呂行ってきました。もうスノーボードの後、スキーの後は最高です。めっちゃ気持ちよかった。気持ちよかったね。ここは本当にいい風呂、いい温泉です。あ、最高最高。カルデラ温泉最高でした。美味しいスープからやがります。やってるよね。あったあった。海賊だ。ここでやってる。イカスミスープカレーです。イカスミで黒いです。どうですか？まあ、美味しい。はい、行ってって。